というわけでですね、ついにカフェトークが始まって早1年が経とうとしている時に、まさかのみどりさん本人とのカフェトーク、しかもこの僕がかつてよく通った、クリーブランドストリート、そしてバークストリートの近くのですね、この記念すべき場所、しかも今シドニーでは多分非常にあの有名なケンタロウさんのお店でという、こんな素晴らしい状態でカフェトークがライブで行われることにいたしました。以上。あ、終わっちゃうんですかまさかの夢の生カフェトーク。生カフェトークですよ皆さん。この声、後ろの声全部これ BGM 本当本物ですから。そうですよ、あのやらせじゃなくてね、やらせじゃないですね。というわけでもう今ちょうどね、あのメニューを見させてもらって、はい、まあやっぱりこうシドニーのそのなんていうんですかね、このもうやっぱりこう申し訳ないですけども、ケアンズのカフェよりも2歩3歩行ってる感というか、普通にメニューにね、やっぱりこの明太子使ったり、あと今回このねカフェケンタロウさんの新商品冷や汁ですよ。冷や汁考えられますかこれ皆さん、ケアンズの皆さん言ってもしょうがないですけど、冷や汁がメニューにあるっていうね、普通に。しかもオージーにすごい受けるんだそうです、これ。しかもオージーに受ける、はい。なんかちょっと日本の中でも結構ローカル色の強い食べ物じゃないですか、冷や汁って。すごい、それがね、センスがすごい、うん。でこれね、またねメニュー見るとね、普通にねこう豚キムチトーストとかね、豚キムチをねカフェで出すっていうこのセンス、それと抹茶パンケーキ、そしてまあ今回僕が注文するカツトースト。え、納豆？納豆パスタあるんですかこれ？そう、納豆リングイネがあるんですよ。しかもリングイネ。リングイネ、リングイネは普通じゃないですか。いや、まあまあまあパスタの中でも、はい、まあ、おそらく一番発音がしづらくて皆さん避ける、はい、リングイネ。リングイネ。オクラ入り。オクラ、そうそう。海苔、オクラ。納豆にね。そう、しそ。あ、そう、エッグヨークがついてるのがポイントで。ポイントですね。生のエッグヨークなんですよね。こだわりがね。というわけでね、まあ本当に、まあ、カフェは結構今のところキリビリのフェリー乗り場にある横にあるね海に面したカフェにも行ってきましたけども、なんかやっぱりこうすごいですね本当に。やっぱりこうなんて言うんだろう、やっぱり二歩三歩行っちゃってるなっていう、成熟期を迎えてますよね。成熟期をね。そしてチャレンジャーだなっていう気がすごくします。そうですね、そういうチャレンジを見るのも面白い感じですよね。あとただちょっとなんか、まあ、今日ちょっとね、あのこのケンタロウカフェに来る前に、はい、思い出のこのサリーヒルズを、はい、僕の中でやっぱりカフェというとこのクランストリート、はい、とこの後ろのバックストリートなんですけども、はい、工事が多いですね。あ、今ねめちゃめちゃ多いですよ。工事か。そう、工事がちょっと多いなっていうのはありましたけども、ちょっとイメージと違う景色になってますよね多分。そうですね、ただやっぱり、うん、空気感が違うのと、はい、あとそのいわゆるテラスハウスですか、いわゆるテラスのあの有名な、はい、金でできたこの模様のアイアンレース、はい、アイアンレースね、はい、うん、あれがやっぱりこう見ると、あ、シドニーに帰ってきたなっていう気はします、ね、あ、そうなんですね。あれは本当にやっぱりケアンズないので、ケアンズはねクイーンズランダーっていうね、はい、家があるんですよ。床下式住居みたいな、暑いんで、はい、いちいちこう上げるんですよ。あ、そうなんですか。それやっぱり地域のなんか知恵ですね。知恵だし、だいたい一軒家が多いっていう。ああ、なるほど。あまりああいうコンプレックスなのはないのと、はいはいはい、あとやっぱりあシドニーに来たなと思うのは、はい、結構高いこのアパートメントの一番下の柱が結構大丈夫かっていう細い自信がない国だなっていう。そうですね、地震が起きない前提で作られてる。だってあれ一本折れただけでも大変なことになる、はい、あ、Thank you というだけではね、カツが来たんですけどもね、 Thank you。 あ、もうすごい。うわ、これね、お見せしたい、お見せしたいけど、これはお見せしたいですよ皆さん。そして同時に冷や汁もやってきました。見て、この氷が入ってるんですよ。あ、これ今冷や汁はですね、
あの本当に器の中に、あ、本当に冷や汁ってこういうことなんですね。そうですね。ワクワクジャパニーズラディオ on Cairns FM 89.1。 はい、というわけでですね、料理も今、ほぼ味わいました。私はまず食べたあのカツはですね、本当にこの自分ってこんなに体中に味を味わう神経が通ってたんだという再確認をするような味でしたね。素晴らしいコメントですね。もうね、味覚っていうのは口だけじゃないなと体感できるっていう、あ、もう五感を総動員して楽しむ、総動員、これがね、五感を総動員というよりも、はい、五感引っ張られてる感じですね。あ、もう意識じゃなく、意識するんじゃなくて、総動員するようじゃなくて、はいはい、意識がありきじゃないんですよね、はい、カツありき、カツありき、カツがあっての私の意識、私の味覚という量子力学的な感じでした。そういうことを考えながらこのお店でカツサンドを食べてる人はいないと思います。ジュンさんだけだと思います。さすが、皆さん言葉がないだけで皆さんそのようにしてると皆さん引っ張られて、五感を引っ張られて、俺にはこういう味覚があったのかというね、あの自己確認の場ですね、ここは。はい、バークストリート、はい、はい、ケンタロウカフェ、ケンタロウ、はい、ね、提供はというわけです、ね。それと、どうですか、冷や汁は。冷や汁、私冷や汁いただいたんですけど、中に、焼きおにぎりが入っていて、その上に冷たいお味噌汁、まあ、日本のお味噌汁よりもちょっとこう出汁が強いような、あっさりとしたお味噌汁に氷がね浮いてるんですけど、その氷がチキンストックを使った氷で、溶けても薄くならないという気配りの、もう最新の気配りの効いた冷や汁を、そして上に野菜がたっぷりでさっぱりと、ちょっと私昨日お酒をいただいたので、そのまさに、ね、まさに今朝にぴったりの一品でした。もうやっぱりね、僕はね、まず料理が運ばれてきた時に最初に思ったのが、もうこれは日本庭園だなと、箱庭だなと。あ、そうそう、枯山水かと思いましたね。一品、一皿の中に、うん、世界観がある、世界がある、うん、京都かと思いましたよ。本当にこう、物の見方によっては自分は京都の空を俯瞰で見てんじゃないかと。平安京か。もう私たちね、食べる前の写真とか鑑賞タイムが長すぎてね、これはもう今の現代の病気かもしれませんけど料理が来たら料理人として早く食べてほしいと、いろんな角度から、はい、ね、これむしろ逆光を使うとかね、はい、望遠を使うことで被写界、ね、被写界深度を上げることでとか、もう本当にもうびっくりするような、ね、しかも3人とも撮るというね記念写真を撮るみたいな、電車を撮る少年を思い出しますよ、ホームに立って料理の写真を撮るだけじゃなくて、料理を持った私を撮るみたいな、ね、というわけでね、今カフェラテが来ましたけどね、うわー、このカフェラテもね、もうグラスがね、やっぱセンスあるしね、ほんといいね、このお皿もおしゃれだしね。じゃちょっといただきたいと思います。あ、優しいよね、優しい中にこのマイルドに入りながらもこうクワッという心地よい苦味、ね、このバランスというのはね、やろうと思ってできない領域ですね。はい、さすがシドニー、さすがバークストリート、カフェケンタロウ、ね、そう、綺麗には満喫しましたねやっぱこのね、この微妙な差というかね、はい、これなかなかできないんですよ、はい、うん、なんかね、極端になっちゃうんです、苦いとかコクとか。やっぱコーヒーっていうのは全体的なバランスなので、美味しいものっていうのはこういろんな顔を持って最終的にふわっとゆったりと主張する、うん、こういうものがあるべきコーヒーじゃないでしょうかカフェケンタロウ、今日は語りますね、カフェトークですねもうカフェにいるんでね、今までほらカフェにいることを想像してたんですけど、はい、想像の部分がないので、見たものをそのまま表現すればいい、こんなに素晴らしい企画はないです ね、 本当ね、ワクワクジャパニーズレディオンケンズ FM89.1 ね、自分でも自分で今突然すぎてね、というわけで本当にね、今日は私のツッコミが全く追いつかない感じで。あ、そうですか。いやいや、どうですか、この空気感も、空気感いいね、やっぱりこの、なんだろうね、やっぱり太陽が優しい。はい、それずっと今日、今日というか、ケアンズからいらしてずっと言ってますよね。優しい、何やっても優しいなっていう、まあ、でもケアンズはケアンズの優しさがあるなっていう、逆にケアンズの良さも体感してます。生命力の強さというか、力強さというか、よりもなんか今回今の時点で思うシドニーは、はい、結構優しさ、女性的な繊細さ、あ、そうなんですね、繊細さがあるね。あ、意外、繊細、へー、花が繊細、あ、花がね、やっぱ花がね
偏差値が高い感じするね。うん、箱入り娘、箱入り娘かっていう感じがするよね。ああ、そんな感じから、ね、はい、はい、というわけでね、最後にシドニーとケンどちらも褒めての今回ねカフェトークでした。はい、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。